穴蔵です。町田にあるジーンズショップ丸川が閉店ってことで、東京都町田市、昔からね創業60年ぐらいだったらしいですね。丸川っていうねジーンズショップがあるんですよ。それがね3月21日閉店ってことで、近隣のね人たちだったらね、若い時男だったらね一度はね行ったことがあるんじゃないかっていう店ですよね。自分も最後に行ったの10代ですね。多分何回かは通ってますよね。支店がね昔はいくつもあってね、今でも都心部含めてなんかあるようですけど、まあ支店も少なくなってるのかな。ジーンズをねたくさん売ってるお店なんですよね。いや町田って言えばね丸川って感じ、それであとなんだろう、東急ハンズで中見世、昔ながらのね大きな駄菓子屋さんがあったんですね。そんなのがね自分は、あと映画館もあったんですけどね今わかんないですね。そんな感じでね町田のイメージってはありますよ。町田っつったらね一つ丸川ですよ。まあ今だったらどうなんですかね、109とか何年か前にね、できてますんでね、そういうのが若い人たちにとっちゃねイメージがあるんでしょうけどね。丸川はね、ああなくなるのかと思ってね、ちょっとね町田の、まあ、シンボルっつったらオーバーかもしれないですけどね、まあ、世代によっちゃね町田に丸川あって当たり前な感じがしてましたけどね。まあネット販売とか例のね流行りの病とか、そういうのが影響してんでしょう。まあ全体的な業績がねどうなのか分かりませんけどね、今時ネットね使って販売するのが結構欠かせない販売手法だと思うんでね。あとジーンズの需要とかね、若者がどのぐらい履いてるのか知んないですけど、まあ人口はね昔と比べて減ってますからね、年いった人が昔ジーンズ履いてたって言ってもね年々ね人口的にね少なくなるでしょうしね。まあ自分はね結構もう長いことジーンズは買ってませんけどね、最後に買ったのが幹線道路沿いのねなんとかっていうチェーン店みたいなとこですね。まあ、特にねジーンズに詳しいわけじゃありませんけどね、その時買った時ねリーバイスの1万円ぐらいだったのかな、それがねある時期からねなんか薄くなってんですよね生地が、なんかチープさをね感じて、おそらく履き心地とかねそういうのを考えてそういう商品が出回ってるんでしょうけどね。もう何年も前の話ですけど、履き心地は良くなったけどなんか少しゴワゴワ感があってもいいかなっていう、その当時ね思ってましたね。まあ詳しくないんでね今もそういうの普通にあると思いますけどね。まあそれ以来ね10年以上は買ってないかなジーンズは。まあほんとね若い時はね丸川ね行った人は多いと思いますよ、あの近くにあればね。まあこれもね時代の流れなんでしょうね。創業60年って言ったらね自分が生まれる前からですからね、途中からねジーンズに切り替えたようですけどね、長い歴史のあるねお店でしたね。まあ別にねあの他の店舗会社がなくなったわけじゃないんでね。まあそれにしてもね町田イコールザ・丸川みたいなね本当イメージがありましたけどね、お疲れ様でしたって感じですね。で今日のね体調はですね、昨日は頭痛がありましてね、今日はありません。で体調はね、えらいいいわけでもなくね、えらい悪くもなくね、普通って言えば普通って感じですかね。ありがとうございました。穴蔵でした。